ボンジュー、皆さんこんにちは。アンサンブル講師のやすこです。今日もアンサンブルスタッフのミキさんと一緒にフランスで販売されているフルーツとそれにまつわるフランス語表現をご紹介します。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですけれども、こちらから紹介しましょう。はい、ケスクセオレンジですね。オランジ、オランジ、ユンオランジ、ユンオランジ。はい、大きくて美味しいですよね。立派なオレンジです。日本で皆さんがいただくオレンジと全く味が変わらないので、グルメレポートは割愛させていただくということで、はい、次にいます。このオレンジは大きいですっていうフランス語表現を教えていただいてもいいですか？はい、このオレンジは大きい。 Cette orange est grosse.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  大きいです。いただいてみてください。お次、はい、こちらさっきよりもちっちゃいですけれども、みかんに非常に近い形かなと思います。こちらはフランス語ではクレマンティン、クレマンティン、ユンクレマンティン、ユンクレマンティン、みかんです。こちらもね、すっごく美味しいですよね。甘みがね、本当に詰まっていてとても美味しいみかんです。レモンティンね、可愛いですね、お名前も、うん、みかんは酸っぱいってなんて言うんですか？酸っぱい表現と言いましょうか。はい、Cette clémentine est acide. Cette clémentine est acide.酸っぱいという表現です ね、 よくね、フルーツを表す表現使われますよね。ぜひ使ってみてください。では次、はい、これはね、バナナです。バナナですね。ね、もう一緒ですね。全く変わらない。フランス語で言うとバナナ、バナナ、ユンバナナ、une banane。 バナナと似てますね。バナナというふうに発音してみてください。ちなみにさっき酸っぱいが出たんですけど、この甘いっていう表現、このバナナは甘いっていうフランス語を教えていただけますか？使いますね。 Cette banane est sucrée. Cette banane est sucrée. Cette banane est sucrée. このバナナは甘いですよ。ぜひ使ってみてください。では次、じゃじゃん。お、フランスの国旗のマークが入ってますね、カメさん。はい、ジャピノーって書いてありますけど、多分ジャピノーさんのキウイだと思います。こちらはキウイです。キウイはフランス語でキウイ、キウイ、アンキウイ、アンキウイと言います。はい、こちらも味は日本と同じものかと思います。あ、このキウイは熟しすぎているっていう表現を教えていただけますか？はい、キウイに限って言いましょうかね、うん、スキウイエトミュール、スキウイエトミュールという表現です。ぜひちょっと食べるのが遅かった、熟しすぎちゃったなんていう時に使ってみてください。では次に行きましょうか。はい、かわいいですね。こちらです。これ私大好きなんですよね。これはみんな大好きでしょ。はい、一個食べていいかな？ここからじゃあグルメレポート行っちゃいますか？食べてもいいですかね。もうなんかふわふわして好きなんですけど、はい、こちらフランボワーズ、フランボワーズ、タタン、une framboise、une
framboise. Une framboise. いただきます。あ、お願いします。Très très bon. いや、ミキさんもおすそ分けです。あ、ありがとうございます。でも甘くてふわふわで香りが高いですね。大好きです。酸っぱいかと思ったらすごく甘くて美味しいですね。これも当たり外れですもんね。ありますね。うん、フランボワーズでした。いちごをね、買ったんですが、私気合を入れすぎて3日前に買ったらですね、フランスのいちごすっごく美味しくて、買った次の日に食べてしまったので、今日ちょっとここに並んでないんですが、はい、ではないのでエアーいちごで。エアーいちご、写真を入れる、写真で。Fraise, fraise, une fraise, une fraise. いちごは fraise. 覚えておいてください。おすすめです。では次に参りましょう。こちらは、はい、これは何でしょうか。もうこれはフランスを代表すると言われている。洋梨？洋梨です、はい、なんか日本の種類で洋梨の種類になんかラフランス、あ、ラフランスですねこれね。なのでなんかフランスをついつい思ってしまうんですけれど、こちら洋梨、フランスでもとてもよく食べられています。フランス語ではポワー、ポワー、ユンポワー、ユンポワー、ぜひ食べてみてください。ユヌポワー。ね、せっかくなんでいただきますか。あ、食レポ行きましょうか。はい、ではでは。一回ポワーとポワーホーの発音を間違えてネギ買ってきてって頼んだら梨買ってきてもらったことがあるんですけど、ちょっと発音していただいてもいいですか。はい。ポワーでネギはポワーホー。ね、これね皆さんね。あのマスターさんがないと間違えて梨買ってきてって言ったらネギ買ってきてもらったりとか、ネギ買ってきてっていうので梨になったりしますので、その差をね、ぜひ覚えてください。これはポワーポワーセスラー、イグザクトのセスラー、こんな感じに決めました。おいしい、これ完璧食べ頃ですね。うん、美味しいです。なんか独特の甘すぎるっていうのがなくて、ちょっとこうさ、なんていうんですかね、パリッとしてるというか、うん、パリッパリしぼしすぎたのに完璧な、完璧なようなバランスですね。おすすめです。ぜひ食べてみてください。では次にこちら、全部リンゴです。フランス人ってすっごいリンゴ好きですよね。すごく好きだし、結構庭にリンゴの木ある方多いですよね。うん、そう、いろいろな種類があるので、今日はせっかくなのでリンゴ、フランス語でパム、パム、ユンパム、ユンパム、こちらは1,2,3,4,5 イリア6パム、6個ございますけれども、今回は種類もお見せしたいと思います。こちらはガーニスミスでした。こちらすごいですね、色がツヤツヤして、ツヤして硬そうな感じですけれども、こちらちょっとまず剥いて食べてみましょう。ちょっとお見せしましょう。青リンゴ、なんかこれ白雪姫が、白雪姫多分こっちですよ。あ、そっか。こっちっぽくないですか。でもすごく綺麗な、あ、まあ、毒リンゴチックな、ね、ではこちら、はい、ありがとうございます。うん、酸っぱい、酸っぱみ、うん、美味しいですけど、うん、ちょっと酸っぱみですね。すごいシャキシャキフレッシュですよね、すごくね、うん、この青さがフレッシュな感じで、ちょっと酸っぱめの、そしてなんかコリコリしたっていうかね、うんうんうん、カリッとした感じのリンゴです。ぜひ食べてみてください。勘のいい方はお気づきだと思うんですが、日本のリンゴに比べてフランスのリンゴはすごく小ぶりですよね。そうですね、すっごい大きになりますよね、日本のスーパーで ね、こんなんとかありますよね。すごい、あのいいお値段もしてブランド物だったりすると思うんですが、この日本のリンゴに比べてフランスのリンゴは小ぶりであるっていうフランス語の表現、先生教えていただけますか。行ってみましょう。
Les pommes françaises sont plus petites que les pommes japonaises. Les pommes françaises sont plus petites que les pommes japonaises. Les pommes françaises sont plus petites que les pommes japonaises.電車に乗るとフランス人みんなリンゴ皮ごと食べてますよね。ある。こんな綺麗に剥いて食べてる人見たことないんですけど。はい。こうやってガリガリって言ってますよね。しかも何も拭かずに食べてたりとかしてびっくりするんですけど、このフランス人はリンゴを皮ごと食べるっていう表現を教えていただけますか。そうですね。日本人に言うとびっくりする。なんかもう昼頃電車に乗るとみんなランチを普通に電車で食べてて、で最後デザートはリンゴを皮ごとっていうのは定番ですよね。そうですね。ゴミにならないし、でもなんかびちょびちょになりますよね。わかる。彼らなりの正義なんでしょうね。あと前歯が丈夫じゃないとね、いけないですね。Les Français mangent les pommes avec la peau. Les Français mangent les pommes avec la peau.Les Français mangent les pommes avec la peau. こちらはなんとピンクレディーという名前です。そう、女子力上がりますね。痛い痛い。ピンクレディーという、まあ、フランス語でもと、まあ、ピンクレディー。はい、では皮付きのままいきましょう。ではピンクレディー、お味のほどは。うん、あ、ちょっと甘みが強いですね、うん、さっきのより。サクサク、なんですか、カリカリというか日本の、うん、日本のリンゴに近いですね。うん、美味しい。3つ目に行きましょうかね。このちょっと小ぶりで黄色、うん、黄色いリンゴ、ゴールデン。ゴールデン、これは日本語でゴールデン、ゴールデンという種類の黄色のリンゴを切りましょう。割と甘くてこうふわふわなイメージがありますけどね。では甘い、柔らかい味がしますね。うん、柔らかい。とても甘みがあってゴールデン。そうですね、さっきのピンクレディよりもちょっと柔らかめかなっていう感じですけど、うんうん、とても食べやすくて美味しいリンゴちゃんです。ちなみに一番安いタルトとかにしてもいいかもしれないですね。うん、では次に行きましょう。先ほどのゴールデンによく似た形です。色がね、ほぼゴールデン似てるんですけど、ちょっとずんぐりむっくりな印象がしないですか。なんか私最初梨かなと思ったら梨じゃなかったんですよね。カナダという種類です。いやー、カナダだけどフランスなんです。はい、実はここにないんですけど富士もあるんですよね。富士もありますね。メイドインフランスの富士、メイドインフランスのカナダ。そうなんですよ。なのでおそらくネーミングからも分かるようにいろいろな国のリンゴが来てるのだと思います。じゃあこちらのカナダを食してみましょう。こちらのリンゴはいかがでしょう。また全然違う。うん、ちょっと酸っぱい。うん、ちょっと酸っぱみがあります、うん、さっきのゴールデンの方が甘みがより多くて、こっちなんかちょっと酸っぱみ、酸味が多い。なんか食べれば食べるほど深みがありますね。うん、この毒々しい。いや、ワックス塗ったみたいに美しいっていうか、もう、いや、これは白雪姫の、ね、白雪姫が食べて倒れるようなこのすごい色ですけど、見えますか、このツヤ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 と。これはちなみにレッドデリシュースかな、多分デリシャスだと思うんですよ。レッドデリシャスをフランス語読みするとレッドデリシュースとなるので、まあ、どっちを言うかですよね。うん、レッドデリシャスの赤くてめっちゃ美味しいらしいですよ。いただきたいです。で早くいただいてみましょう。うん、美味しい。あ、美味しい。これなんか酸味ないですね。うん、甘いとびっくりしました。うん、口にパクッと食べた瞬間にうわっと甘さが出る、うん、これは思わず全部食べてしまったんですけど、これいけますね。いや、どれが一番美味しかったですか。あ、まあ、もう一個、まだまだ。ではこのレッドデリシャス、とても美味しい。
か見た目と味全然違いますね。ね、なんか毒々しいから酸っぱいのかなと思ったんですけど、私もすごい酸っぱいかと思ったら甘い。いやー美味しいですねこれ、すごく甘みがある、うん、じゃあ次行きましょう。はい、最後に可愛いのが来ました。これもよくフランスにあるタイプの一番オーソドックスかもしれないですね、うん、ワイヤルギャラという、うん、うん、いい定番、なんというか、可もなく不可もない。同じ言葉が今頭に浮かびました。特にすっごい甘いわけじゃないけど、酸っぱいわけでもなくって、普通。うん、普通に美味しいですね。安子先生、どれが一番美味しいと思いましたか？私のベストオブですか？はい、私は結構毒々しい赤いのが感激でした。これレッドデリシャスが安子的ナンバーワンですね。ラメイヨーパムでしたね。ではミキさんは何が？私はですね、どれどれ、毎日違うやつを食べて楽しみたいなと思いました。あーうまい、まとめた。でも良さが違うので、なんかこの平凡な毎日が、毎日リンゴを変えるだけでちょっと彩り豊かにって感じで楽しめるかなと思いました。そうですね、フランスは日本に比べてフルーツが安いと思うんですが、この表現フランス語で教えていただけますか？はい、では最後の今日のレッスンの表現ですね。 Les fruits sont moins chers en France qu'au Japon. Les fruits sont moins chers en France qu'au Japon. Les fruits sont moins chers en France qu'au Japon. という表現です。ありがとうございます。ぜひではフランスで召し上がってみてください。いかがでしたか？基本的な果物の名前がフランス語で言えるといいですね。それから次のステップとして、果物に関する表現が言えるように頑張りましょう。ではミキさんもありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。ではアビアトー。次回のレッスンでお会いしましょう。